の公園も見えるし、そこから先に八甲田とモヤがバッチリ見えるっていう、なんか徒歩圏でこうショッピングのついでに公園にちらっと寄れるみたいな、なんかオアシス的な感じでいい場所ですね。青森市の商業施設が立ち並ぶ一角に整備された3ヘクタールの公園。あ、これなんか可愛いですね。うちの子供がちょうど楽しめそうなサイズですし。あ、なんかいい感じの噴水と時計台がおしゃれですね。深さ1センチほどの涼しげな水場、鳥たちも羽を休め水浴びを楽しんでいました。これもなんか魚の顔みたいな感じで面白い形してます。町の喧騒から一歩踏み出したその先、安らげに満ちた空間が広がっていました。わあ、めっちゃ気持ちいい。ここ本当木陰一歩入るだけで全然違いますね。一方でアクティブな魅力も持つのがこの公園。これちなみに小学校の時バスケ部だったんですよ。はい、ミニバスだったんですけど、あ、なんかこの感覚がすごい懐かしい。今改めて見るとこのコートになんか立ってるっていうだけですごい懐かしい気持ちになれるああいうのあったんですね、知らなかった。結構ここ車で頻繁に通ってる場所なのに気づかなかった。やっぱ上から見ると全然見える世界が違うっていうか、これあれですかね、なんかこうジャンプして叩くやつですかね。バスケの選手がどこまでジャンプできるかを試すために作ったのかな。観覧車かなんかの影みたいに見える、面白いですね。これなんか花とこの街の雰囲気みたいなのとを同時にこう教えてくれる公園みたいな、なんかそういうのを写真で表現できたら面白いなと思いましたね。アーバンライフの満喫と水や緑の潤い、暮らしを使いこなしたい人におすすめの公園です。